君のだから重心はもうフランスなんでしょ、だからフランス人でしょ。どっちの方が多くいるかっていうところで判断するとそういう技がないじゃん、なんだろうな、まだその知りたいことがあるからフランスの方が面白いと思う。日本はある程度分かってしまったがゆえに、うん、なんかもうやれることもないし、うん、離れて見てたい。でアメリカもなんか大体分かっちゃったからさ、まだ行ってないとこたくさんあるだろう。もちろんもちろんもちろん。アラスカとかも行ってないでしょ、うんうん、でもほら日本もそうじゃん、だからいろんなタイプの人がいて、うん、こういう風な考えをする人もいてっていうのの、うん、あのこの枠内だろうなっていうのが大体じゃあ白人至上主義者っていうのはこの枠内で考えるなとか、うん、その左派で平等って言ってるニューヨークとかに住んでる人はこういう感じの意見を言うなみたいなのがなんとなく分かってて、その枠を超えるおかしな意見っていうのはそんなに聞かないんですよ、うん、はい。橋本さんを見てどう思うかとかで、うん、80代のおじいちゃんとかだとこう思うだろうなとか、うん、で大体の想像がつくじゃん、そういう感じ、うん、もっとハードな国に行く必要はあんの、あ行く予定はありますかって、イスラエル、それ一回行ってみたい、あ行ってみたいんだ、でも全然平和じゃない、うん、あとはブータンとか、うん、あーブータンもちょこちょこ揉めてるけどね、ウクライナも行ってみたけどよかったですよ、